Hello， 大家好，欢迎收睇 Game HK。咁今日咧就会翻去 SAO 第77层嘅故事啦，因为之前虚空攻略就已经完成晒啦，咁就去片啦。嗱，咁上集咧就攻略完楼层之后咧，就翻咗去房间休息啦。咁我一出嚟咧就有事件啦。今の私のレベルじゃ迷宮庫なんてとてもいけないよね。こんなことなら何か生産系のスキルも取っとけばよかったな。戦闘。Sorry 啊，揿错咗，揿快咗啊。どうしよう、ピナ。私。ただの役立たずだよ。其实后宫的作用咧，唔使帮嘅，你喺度就得噶。キルトさん。もちろん暇です。咦？有咩事咧？はい。もしかしてこれってデートのお誘い？你谂多咗啦。言えばキリトさんにはアスナさんが。其实シビカ真的挺可爱的。でもキリトさんから誘ってきたんだからいいよね。でも。挨你啦。こんなの。ピクルスとかチーズとか発酵食品が多いですね。あ、これなんていいかも。リンゴのシロップ漬け、甘くて美味しそう。挂住食。もうからかわないでください。私そんなに食いしん坊じゃないです。これなら料理系スキルがなくても料理を作ることができるよね。そしたらキリトさんに。你点叻都唔够阿斯娜噶啦。なんでもないです。はい。あ。水車ですね。この階層にもあったんだ。之前你知贝特都有个水车噶。こねればパンを作ったりもできるかも。これなら私にもできそうです。キリトさん、私のことをちゃんと考えてくれてたんだ。嬉しい。嗱，同人就系咁样收埋人心噶啦。頑張ってクエストいっぱいこなしてキリトさんのお手伝いができるようにならなくちゃ。嗱，各位想沟女嘅话要学下。また前みたいに一緒にクエストをやったりして。何でもないです。ちょっとぼーっとしちゃってました。はい、頑張ります。わざわざ教えてくれてありがとうございました。私にもできそうなクエストも見つかったよ。それにデートじゃないけどキリトさんと一緒にいろんなところ行けたし、その上二人きりでお茶して
あれ、もしかしてこれって結局デートしてたってことなんじゃ。你諗多咗啦。连碧娜都话你啦，不倫っていうやつじゃ。こんなことダメだよね。でもやっぱりキリトさんといると楽しいし、その。ああ、私これからどうしたらいいの？哇，真系超可爱咯，史蒂卡佢。好啦，事件睇完咧就开始攻略啦。咁一出嚟咧，又有人要求救。史莱姆啫系嘛，走埋去耍套剑法，佢就死啦。我而家咁劲，系咪先？诶、哎呀，我系 M A 啊！やらせない。嗱，一招咁佢就唔见咗半啦。徒弟，冇难度。佢都走得真系几远下喎。其实有冇人对呢个眼镜梁有兴趣咧？我都几 buy 噶，几正噶呢啲造型系。好啦，咁打完之后咧，好啦，咁打完嘢咧就继续前进，咁就有个咁嘅传送装置啦。其实我见佢好似层层都有碌咁嘅嘢喺度。边有咁快啊？啱啱开始就话想搞掂，咁而家继续去开嘢啦。好啦，咁因为时间关系咧，同埋都个过程几闷啊，搵迷宫嘅过程，所以咧我哋就直接跳到嚟呢个 boss 房出面啦吓。頑張ろうね。そうだな。佢都几求其啊！嗰啲对话入边咧，求其讲几句啊嘛，当成句讲晒。不过算啦，要配晒又几难嘅。やったね、キリト。其实虚空都打完先翻嚟打阶层，真系好难会觉得难咯。喂，キリトさん、咁快又有 event 嘅，啱啱。ありがとうございました。啱啱先开始有啫。おかげさまで、街の中でできる効率のいいクエストが見つかりました。系咯，呢层一出嚟已经有佢噶咯，咁快又到佢。それは。じゃあ、そろそろクエスト起動の時間なので失礼します。哇，你做咩任务咁？秘密啦、啊！嗱，大家唔好学啊！跟踪人呢啲行为系唔啱噶。哀葬啊！ご主人様。哇！
好可爱啊！キリトさん，好可爱啊！おい、あの黒ずくめの男、メイドにセクハラか？俺たちのシュネカちゃんを泣かせるなんて。わあ、你好大極都有限啊，真係。黙っていたのは悪かったですけど、後をつけるなんてひどいですよ。唔係咁噶。あの男、ストーカー行為まで。おのれっけどね。私、こんなチンチクリンなのに、フリフリのメイドさんなんて。唔係啊，好啱你喎。係咯。可愛い。係呀，信我啦。いいえ、大丈夫です。キリトさんはお客様なんですから。特にオムライスがおすすめです、うん、ケチャップはお客様の前で私たちメイドが愛情を込めてかけるんです。キリトさんのためなら私いっぱい愛情をかけちゃいますよ。乜你咁拒絕人噶？どうしてオムライスじゃないんですか？そんな全然余計じゃないです。むしろ喜んで愛情ケチャップをかけさせてもらいます。哎呀，好可愛啊，佢而家个样。はい、アイクラオムライスですね。シリカちゃん、こっちも注文お願い。佢都幾忙喎。ただいま。啱曬佢添啦。あの黒ずくめ、シリカちゃんに何かしたの？私の特別なご主人様です。わあ、特別な、だとご主人様、お待たせしました。こちらアイクラオムライスです。それじゃあご主人様のためにシリカがこのケチャップでたっぷり愛情を込めちゃいますね。究竟会知道咩样咧？キリトラップ。哇，正啊！睇到都想食啊！ご主人様にシリカの気持ち知られちゃいました。佢而家系咪表白啊？其实。仲有啲咁嘅嘢噶，残废餐嚟噶喎。こういうルールなんです。
摆到明得你先有啦。最初の一口をメイドが食べさせるんです。どうですか、お味は。そんなに。はろ、真的那么好味。それじゃあ一口だけ。おいしい、本当においしいです。我做咁耐都唔知自己买啲嘢咩味嘅。ですね。ここで働いてるのに全然知らなかったな。もう一口だけ。一口。口。関節。加接吻啊。メイドは仕事の間の間食禁止なんでした。はい。わあ、関節キス。咦，仲升埋 level 嘅喂，都几好喎吓。咁好啦，事件完咗咧，咁又揾完呢个头目房，咁就可以去攻略呢个 boss 啦。妈妈，好啊！呢只 boss 咧怕打击，毒针可以挡破坏只脚嚟封印全体。咁佢都其实咁嘅 level 去打都冇乜难度嘅，77层。不过睇个款应该系蝎子嗰类嘢嚟嘅，就好似系呢个虚空区嘅 boss 咁样啦。攻略会議を始めましょう。他怕打击，咁就同阿李兹贝特啦，因为李兹贝特系打击系嘅。冇错噶啦，どうかな？就咁啦。わかった。頼むな。任せなさい。それではボスの攻略に向かいましょう。好啦，要开始攻略啦。就系唔好死啊！呢啲坐喺度唔知做乜嘅咧，其实觉得咧系全死。要打啦，好紧张啊！究竟打只乜嘢咧？啊，我都话系蝎子啊，不过通常呢啲好鬼硬净。咁为咗喺城入边唔可以放技能啦，咁开始入到嚟咧就唔好理啲队友啦，搏命放晒技能先，因为啲咁早嘅流程咧，自己同伴冇咁易死嘅。
咁啊，自己其实系攞 last 嘅，剩低嗰啲有乜所谓？诶，诶，吓？同时你快啊！啲身系几硬嘅，诶，哇！好啦，咁呢只 boss 咧，其实佢又唔好难打，不过就非常之高防啦。咁我自己就用双刀去打嘅。如果大家有练锤嘅话，揸锤嘅话，个效果会高好多。最好有啲昆虫特效之类嘅武器啦，就算功力低啲都唔紧要嘅，因为当你中佢弱点同埋中特效咧，其实个攻击力会高出好多好多倍嘅。咁就呢只嘢经过咗两分几钟嘅夹硬打佢之下咧，终于就可以收佢皮啦。吓？哎呀，你死咗嘅嘢！吓？你大气神！死啦！我攞唔到 last hit 咧，有啲危机啊！哎，冇事，攞到 last hit。呢个探求者板甲咧，系攞嚟送礼用嘅，自己着唔到嘅。咁啊，大家睇下要唔要啦？睇下送俾边个都好嘅呢件嘢。系啊，都几难打呢只，佢都几厚，唔系厚血嘅高防咯，我觉得系。好啊，上咗78层啦。アクティベートしておいたから。わかった。好啦，终于打到上第78层啦。咁啊，暂时嚟到呢度先啦。多谢各位收睇，拜拜。